私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリ・キング&プリンスの MV であなたが好きなのはどれ ?3 作品を紹介。2018年1月にデビューしたジャニーズ事務所のグループ、キング&プリンス、通称キンプリ。ジャニー、北川さんが最後にプロデュースしたグループとしても知られており、その名の通りの王子様コンセプトで人気を博しています。シンデレラガール。デビューシングル、シンデレラガールの MV は、まさに正統派の王子様コンセプト。真っ白なチャペルを背景に、高貴な白スーツ姿のメンバーたちが歌い踊る様子は、まるで少女漫画の1ページのようです。これぞ、ジャニーズ。と言いたくなるようなアイドル感溢れる作品ですよ、ね。マジいないと。爽やかなイメージから、一変。キンプリのクールでかっこいい一面を披露した、マジいないと、の MV。レーザー光線を多用し、SF 映画のワンシーンのようなステージを作り上げています。若手ジャニーズの中でも、ダンスの上手さに定評のある平野紫耀さんや、高橋海人さんの動きには、特に目を引かれてしまいますね。恋降る月夜に、君送付。ファンタジー風のサウンドが高揚感をかき立てる。恋降る月夜に、君送付。MV もロマンティックかつ幻想的な雰囲気がたっぷりです。夜の洋館を模したセットと、雲の上をイメージさせるセット、二つの空間を行き来するキンプリメンバーの多彩な表情から目が離せなくなる一本です。鮮やかなピンクの衣装も可愛いですよね。あなたが一番好きなキング&プリンスへの MV 派？ビジュアルと実力を兼ね備えた精鋭メンバーの揃うキング&プリンス。どの MV も王道アイドルの魅力がいっぱいで素敵ですよね。あなたのお気に入りの MV はどれですか？ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。キング&プリンス高橋山が別コミでの漫画家生活振り返る全話一挙公開も、高橋海人、キング&プリンスの連載、ジャニーズと僕が完結したことに合わせ、本日5月13日発売の別コミ6月号小学館からは、3号連続で、高橋山フェズと題した企画が展開される。高橋が漫画家として筆を取り、2019年7月から今年4月まで約3年にわたり連載された、ジャニーズと僕。今号では取り下ろし、グラビアと共に、別コミ作家陣に漫画家の描き方学んだ修行時代から、3年間の少女漫画家生活を振り返るインタビューが掲載された。また3号を連続企画として、ジャニーズと僕、全34話が一挙公開され、今号には第1話から第12話が再収録されている。またはその他のニュース、キング、エンジェプリンスキーアシーストの、スノーマンラウール印象独特表現で明かす本物の人間であれ、キング、リンチェの岸優太が12日、フジテレビ系バラエティ番組 VS 毎週木曜19時からに出演。スノーマンのラウールへの印象を独特な表現で明かし、反響が寄せられている。岸優太、ラウールへの印象を明かす。今回の放送では、VS 魂グラデーション、と題した、高身長の芸能人の身長を予想し、順に並び替える企画を放送。選択肢には、カズレーザーやジャニーズ WEST の藤井流れ星らが名を連ねる中、岸はラウールが一番の高身長だと予想した。ラウールの身長がまだ伸び続けていると明かした岸は、僕が人生で会った本物の人間で一番大きい、と独特の表現でラウールへの印象を語った。これに、偽物の人間の中では？と突っ込みを吐いてラウール岸は偽物だとなんか、すみませんでなかったです、と謝り、スタジオを笑いに包んでいた。岸優太、ラウールへの印象に反響。視聴者からは、独特な表現すぎて面白い笑い、ラウールの大きさが伝わってくる、二人が並んだところ見てみたい、など多くの反響が寄せられている。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。